相場のところでですね、ギリシャ語は人物金情報時間というところで、人というところで、こう良い人材が集まらない。人材は派遣とかいろいろ頼めば人数は確保できますが、良い人材がなかなか、3日で辞めたり長続きしないんですよね。それも農業という、露地野菜だから重労働ということもあるかもしれませんが、良い人材を集めるというようなところで どうしたらいいのかというのは結構悩んでますので、そこをどうぞお話しいただきたいと思います。はい、小林さんありがとうございます。これもですね、本当もう本当最大のテーマかもしれませんよね。まずそもそも農業業界に人が来るのかって話です、でも来たら来たで、ちょっと上からの言い方で申し訳ないけど、使えるのかって話になりますよね。でもやっぱり良い人材っていうのがやっぱ来てほしい。非常にこれ難しい問題ではあるけど、いや2つあって、1つはですね、農業業界で例えば山下ファームっていうか求人出したらですね、皆さんというか一般の人はですね、山下ファームというイメージで来るんですよ。なんか何言いたいかというと、山下農園でもいいです。山下農園求人募集って言ったら、あ、農業のやる仕事なんだって思って来るわけでしょ。でもここの中に農業以外の仕事してる方たくさんいらっしゃるかもしれないし、何言いたいかというと、農業を勘違いしてる人が 98% ってことです。ふわーっとしたなんかお花畑で、ああううみたいなふわーっとした人が結構来るんですよ。いや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 、なんかそういうこっちゃないんだけどね。でそういう人に限って面接してるとですね、家庭菜園でプランターで、トマト作るのが得意なんですとか、農業子供の頃から興味があってやたらと農業大好きアピールしてくるんです。そして頑張ります、何でもやりますって言って3ヶ月ぐらい経ってから、ちょっとそこ草取ってって言ったら、とか、いやいやお前何でもしますって言ったじゃんっていうぐらい、もう農業業界あるあるっていうぐらい、これはだから なんでこの話をしたかというと、農業業界が悪いわけでもなく、その来た人が悪いわけでもなく、いきますよ、そういうもんなんだっていうところでまず自分が経営者としていなきゃいけないんです。僕の先輩兄貴分がですね、従業員を雇い始めた時に周りの人から言われました。お前んところの従業員は全然仕事せんなって、そぎゃんと雇っとって大丈夫とかって言われたらしい。そしたらその先輩すごいです。そぎゃんしたもんですって、こぎゃんしたもんのやつば使い切り子にならんとうまくいかんとですって、おおかっこええって、そういうことなんです。そぎゃんしたもんしか実は来ません。もうすいませんね、質問となんか答えにならないんだけど、いい人材はですね、もう来ない。農業業界にいい人材なんて来ない。これは皆さんが悪いわけでもない、来た人材が悪いわけでもない。山下ファーム求人募集っていうこのキーワードに来る人は、よし、俺は農業のビジネスで日本の農業と自給率をなんとか高めるために、この社長をなんとか支えて、俺は農業を一から学んで農業の星になるんだみたいな人はまず来ないし、そんな人はいないわけです。だから非常に農業業界っていうのは、他の業界もそうなんでしょうかね。でもいい人材を捕まえるときに1点だけアドバイスさせていただくと、どれだけ社長がいいですか、どれだけ社長がその従業員パートさんに対して、俺はね、なんで農業をやってるかというとね、俺はね、なぜこの農産物を作ってるかというとね、俺はね、なぜこの仕事をやってるかというとねって夢を語って、この俺が作る農産物によってこういう人が喜んで、そしてこの農産物を流通させることによってこういう社会的な貢献ができて、などなどたっぷり語って、その従業員が心を打たれ、マジっすか社長、俺ついていきます、俺も一生懸命頑張りますって、その気にさせきったらいい人材になります。それを、そういう努力、これ経営者の努力ですよ、そういう従業員をその気にさせる努力をせずに、お前そんくらいも好きなんとか、これはせって言ったのかって言って圧でかけたりやったところで、ただでさえ農作業っていうのは労力、体を駆使しますので、そういう人たちは単純に辞めていく人たちになる。ぜひいい人材はまずいないんだっていうことを前提で、来た人材には俺はねっ
でどれだけ自分が農業に対する愛情、熱情、パッション、情熱を燃やしてるかっていうのをもう耳にタコができるぐらい語って、そして相手がマジっすか、俺社長と一緒に頑張りますって言わせたら、もう勝手にその人は成長していきますから、自ら学ぼうとですね、はい、ぜひそういう人材を出会ってそういう人材に育成していただければと思います。